ツノガエルとアフリカウシガエルさんです。鳥さんです。慣れない環境だとなかなか食べません。オレンジのカエルさんに託しましょう。目を閉じて拒否しています。諦めません。食べてくれました。とっても幸せそうなお顔ですね。1ヶ月前はオレンジのカエルさんの半分くらいだったアフシさんがあっという間に大きくなりました。もっと大きくなってもらうためにたくさん食べてもらいます。ダメでした。そんなアフシさんに食べさせる必殺技は、自分のお部屋で与えればいいのです。わがままですね。さらにもう一羽、水面を泳ぐ小鳥のように動かします。すると嬉しさのあまり踊り狂います。ごちそうさまでした。ずっしりもちもちで最高の触り心地です。世界一大きなアフウシさんにしてみせます。